しょうか。まあ、皆様もバーチャルボックスはインストールされていただいたと思うんですが、バーチャルボックスか端末を開いていただきまして、それでまあそれで Python3 とまあとりあえず打ち込んで、これがアイドルという、とりあえずこれの立ち上げまでは大丈夫でしょうかね。ここで引っかかるとあれなんで、一応これだけはありがとうございます。というわけで、まあ、結局今日はまあ中級者講習会ということで Python 基礎とかも今更やってもという人も結構多いかなと思うんですけど、まあ、一応最低限通しとこうということで、まあ、なんていうか指の運動ということでお付き合いいただければと思います。で、また実はその Python、まあ、ちょっと予習してきたけどそんなにはって人もいるかもしれないんですけど、まあ、一応ちょっとこの1時間半カチャカチャ打ち込んでいく内容パッと見とくと、まあ、一応大体目が慣れてくると思うので、それでまあ大体いけると思います。で、これなんか印刷したら結構枚数出てきたんですけど、実は昨年もこれほとんど同じ内容をやって1時間半でみんな打ち込めたので、皆さんも同じように打ち込んでってください。次の時間から GitHub とかで物が上がってると思うんですけど、この時間はちょっとまあひたすら打ち込んでいくということで、まあ申し訳ないんですけど紙でも見ながらどんどんやっていただければと思います。というわけでは早速まあどんどんページめくっていただいて、まずまあ変数からいきたいと思います。まあ、変数の基本というのはまあ参照、まあ、この代入とか制約シーンですけど、まあ、ちょっとどんどんやっていきましょう。とにかく打ち込んでいってください。丸インとイコール1ってやると、まあ、これがまあ、まあ、当然1が出てきますよね。で、これが、フロートイコール 1.1 と、まあ、デフロート型もやると、まあ、中身がちゃんと出てきます。で、まあ、文字列型ストラってやって、まあ、試しにやってみますと、で、GC ってまあやると、まあ、中身が出てきます。まあ、簡単ですよね。で、まあ、で、これそれで当然型というのがあるんで、まあ、確認しておきますと、タイプで分かります。タイプから、タイプで分かりますから、タイプで、バルイントってやると、当然クラスイント出てきますね。バル、で、まあ、フロート型になりますね。まあ、当然、まあ、こうやってどんどん型は確認です。で、当たり前なんですけど、先ほど1とか代入しましたけど、ここのまあ1を直接入れても同じようにタイプが出てくるということになると思います。じゃあ、その、どんどんいきます。複合データ型、まあ、いわゆるリストとかよく使うやつですね。その辺いきたいと思います。まあ、ちょっと簡単にリストを作ります。リスト1とやりまして、リスト1イコールで、まあ、1、3、5、7、9、まあ、まあ、当然リスト出てきますよね。まあ、これでまあリスト1というのが作成されまして、まあ、一応タイプを見ておきますかね。まあまあ結果、当然決定で、まあ空のリストも作ることができます。リストイコール、ごめんなさい。リスト2、イコール、まあ空リストすると、まあちゃんと空リスト出てきます。で、まあ、リストの中身というのはデータもこう入れられるので、混在するデータも可能です。で、まあ、リスト3ってやって、まあ、チャー1、これ染色体1ですね。チャー1の、まあ、だから1358の2358。で、まあ、リスト3ってやると、まあ、当然中身的に変わりますよね。今、これ書いたのは、実はまあ、染色体1番の1358から2358枚とか、まあ、そういった指定とかやるんで、まあ、ちょっと書いてみただけなんですけど、で、まあ、リストはそれ自体が入れ子にできますので、リスト4イコールとしまして、まあ、1の3ので、先ほど作ったリスト3ってやると、まあ、こんなふうにちゃんと入れ子の中も出てきますね。で、まあ、次に、はい。おっと、分かりました。申し訳ありません。ちょっとじゃあ上げます。なんか、もしも見えないとか聞こえないとかあったら、ぜひちょっとその場で言っていただければ、ちょっとすいません。こっちはバンバン進んでっちゃいますので、止めていただければ止まりますので、ぜひぜひ止めていただきたいと思います。ご遠慮なく。はい。いや、1時間半しかないんで、ちょっとだんだん行きましょう。で、どこまで行きましたっけ？複合データ型ですね。で、まあ、ちょっとページめくりますかね。私自身、紙見ながらってあれなんですけど、で、まあ、要素の取得ってできますので、先ほどリスト1、まあ、リスト1さっき作ったと、まあ、13579って入ってますけど、これリスト1の、まあ、0番目の要素ってやると、ちゃんと1つ目に1が出てきますね。
で、まあ、これ、まあ、1番目の要素っていうのは3が出てくると。で、まあ、これ、マイナスの値を指定することで、後ろから数える。まあ、一番最後11です。その11で出てきますし、後ろから2番目ってやると9が出てきますね。で、まあ、例えば、その、まあ、まあ、いや、リスト1でやりますね。これ、存在しない値、これ、まあ、1、3、5、7、9、11までしかないですけど、例えば、これ、リスト1の100とかやると、まあ、こんな風にエラーが測れるわけですね。ない値を見ようとするので、で、さらに、まあ、このリスト1の個数があると思うんですけど、これ自体長さ、連で取得することができますと。で、まあ、あとでちょっと触れますけど、これはまあ、その連って入れたときに、リスト1、リストについては、その、リストの個数をそのまま返すように設定がされているということで、まあ、これはちょっと後で変えられるということも、ちょっとだいぶ後で見ていきます。で、まあ、で、次、スライスいきますね。リストナム、まあそのまま番号振った方がいいと思うので012234567 8、はい、私自身コピペは何もやっておりません。でリストナムとやるとリストナムってやると、まあ当然出てくるわけですけど、これでまあ例えばリストナムの1番目から最後までってやると、まあ、0は削れますね。で、次に、まあ、リストナムの後ろの方だけ、まあ、4番目までとかやると、こんな風に削れますね。で、さらに、その、ですんで、両方1から4ってやると、両方削れると。で、さらに、まあ、例えば、その、こんな感じで、0から5までで、ごめんなさい。0から5番目で間隔が2とかやると、まあ、そんなふうに飛んだ数字が出てくると、まあ、こんな感じでどんどん新しいリストを作ることができます。で、リストはその逆順にすることもできるので、これ最後の間隔のやつなんですけど、まあ、ただ、こういうふうに入れて、マイナスの1とかやると、876というふうに出てくることができます。で、次に、このリストとリストを線結という連結というのができるので、まあ、さっきリスト3って作りましたけど、それとまあリスト5として、まあ、リスト5イコール、ATGC の1として、ごめんなさい。で、これでリスト6イコールリスト3プラスリスト5、これでリスト6ってやると、まあ、ちゃんと重なったまま出てきますね。で、まあ、要素の入れ替えでも当然できますで、さっき作ったリスト1が、こうなってますけど、このリスト1の、要素の3番は何かなって、まあ3番目に7が入ってますけど、このリスト1の3を、まあ例えば文字列でもいいので、エディってどうとかやると、でそうしてリスト1を見てみると、まあ7の部分がここに入れ替えられてるのがわかるかと思います。ページめくります。で、まあ、こっちか。ごめんなさい。で、まあ、アペンドで後ろにも値が追加できますって書いてあると思うんですけど、そこでリスト1の、ドットアペンドとすると、ドットアペンドなんだ、アペンドデータ、リスト1ドットアペンドの、アペンドとか適当に書いて、もう本当適当ですけど、まあ、こんな風に書いて、リスト1とやると、まあ、後ろにアペンデータちゃんとついてますよね。こんな感じでどんどん操作ができます。で、まあ、挿入もできます。リスト1で、インサートで、3番目に、まあ、文字列、インサート、データを、まあ、挿入したいというふうにやりますと、リスト1でちゃんと、なんか3番目に新しくまたリストの値が入ったというのができることができます。で、リストっていうのは相当することも当然できまして、リスト6ってさっき作りましたけど、こう入ってるんだねと。で、あれ？なんか入れ替えたリストになってますね。ちょっとリスト6、ちょっと分かりづらいので書き直します。すいません。リスト6、ちょっと適当ですけども、本当、まあ、ちょっと適当にか、まあ、ちょっと、ごめんなさい。リスト6、まあこんな風に出てきますけど、これをまあ、想定度ってやると、まあ相当したものが出てくるんですけど、まあ先ほど、さっき今の中身がちょっと相当して出てきますよね。で、これは想定度ってやったときには、相当した結果を出してこいってことなので、リスト6自体は変わってないんですね。
ものによって、ね、そのものを買えるのか買えないのかってあったりするので、そこだけはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。で、まあ、で、まあ、このソーテッド、これでこのまま使ってしまいますけど、ソーテッドリストロークのリバースイコール、リバースって本来フォルスになってるんですけど、トゥルーに変えると、まあ、逆順に相当したものが出てきます。で、まあ、これ、リストなんだ。まあ、リストなんだいいかな。リスト7って言うと、まあ、まあ、逆順出てきますけど、これをもう一回、すいません、ちょっと微妙にずれてて申し訳ないんですけど、こうすると、あと、リバース、おっと、あ、そっか。リスト7が、あ、そっか、逆順相当、それはそうですね。ごめんなさい。うん、で、もう一回。まあ、入れ替わってきますね。すいません、ちょっとややこしくなりました。で、まあ、このリスト自体を相当するとき、これ自体を変えるときには、後ろにその相当というメソッドをつけます。で、ごちゃごちゃやりましたけど、リストロックって今どうなってんでしたっけ？あ、このままですね。で、このリストロック自体に後ろに相当というこれメソッドですね。これつけて、もう一回リストロックとやると、中身自体が変わります。で、まあ、ソーテッドのまあ挟む関数で、ソーテッドのメソッドという、ちょっとここの誓いがあるので、これだけは。というような感じですね。で、まあ、このソートっていうのはキーを使ってやっていくこともできます。で、まあ、リスト Q って書いてありますね。リスト Q イコールマイナス3の1のマイナス5の4の2のマイナス6。まあ、本当、数字適当で、皆さん適当でいいんですけど、リストイコールソーテッドのリスト、今のリストを書いて、それキーイコール ABS ってやりますと、ABS 絶対値ですけど、そうすると何が入るのかなってやってみると、まあ、1、2、マイナス3、4、マイナス5、マイナス6っていう、まあ、絶対値順で相当ができます。で、まあ、で文字列の長さも当然相当はできるので、リスト10イコール、はい。シーズオーカ、まあ、本当こんな本来適当で何でもいいんですけど、東京で、で、三重、まあ、北海道、まあ、まあ、これくらいいいですかね。で、まあ、入ってますけど、これを文字列順に、まあ、そうとすると、まあ、これ挟んで書いちゃいますかね。そうすると、ソーテッドと書いて、ソーテッド書いて、リスト10の、リスト10をそうとします。で、キーとしては、文字列の長さ、連でやります。で、リバースイコール、トゥルーとやりますと、うん、文字列、あ、そうとされてますね。で、実はこの連って、さっきの関数なんです。関数の頭の文字の部分だけ入れてますけど、こんなことはその独自関数でもできて、で、まあ、ちょっと関数ファン、適当な関数を作ります。ちょっとファンクっていうのはちょっと名前違っちゃってますけど、まあ、例えば、ゲット、ジェーン、ナム、遺伝子の数字をくださいという関数を作って、まあ、これで、ここで、まあ、字下げ、1234とか適当に字下げしまして、ジェーン、ナムイコールすいません、x のまあこれスプリットイコールの前で分けてねってところで、下線ごめんなさいイコール下線で分けて、それでマイナス1で閉じて、でまあ1234もう一回字下げして、やっリターンイントジェンナム、まあこれで閉じて、まあコストの G、今 GNUM って関数できましたけど、これで、あ、すいません、ちょっと文字が違ってますけど、今関数作ったので、GNUM ってやって、例えばこれで、ここにその G1 とか入れると、
まあ、1が返ってくるわけですね。で、これ、この関数作って、使ってソートができるんですね。例えば、リスト11としかしまして、リスト11として、ここにまあ、ちょっとジーンをどんどん入れていきます。ジーンの1、ジーンの10、ジーンの11、ジーンの11、ごめんなさい。それから、まあ、こんなにいっぱい書かなくてもいいと思うんですけど、まあ、ジーンの19で、あと、ジーンの、あ、ちょっとめんどくさくなってきたんで、ごめんなさい。どっかまじミスったかな。あ、すいません。何やってるんですかね。まあ、今適当に書きましたけど、リスト11って、まあ、これだけジーンが入ってて、1とか10とか11とか19とか入ってるんですけど、これをまあこのまま例えば、ページめくりまして、でこれをこのまま相当しとかしてみると、リスト11ってやると、あ、ごめんなさい、ちょっと、あ、そっか、110、あ、まんまでしたね。これはちょっと分かりづらいですね。もう一回、この辺で31とかやった方がいいですかね。すいません。これで、ああ、こうなりましたね。そうすると、まあ、1と10が最初に並んで、次に19が出て、2が出てって、まあ、頭からも字列で見ちゃってるんで、こういうソートできちゃうわけですね。とか、まあ、数字順でソートしたいと。まあ、遺伝子は使ってると、頭の桁が揃ってないでよくあると思うんですけど、それで、まあ、今のソーテッドリスト11で、k イコール、今作った関数ですね。ジェットジーナム、まあ、言えますと、まあ、この通り、その、ジーン下線手部分を削った数字順のところで一応、まあ、相当になってると。で、まあ、これをその、ワンライナー、その、ラムダ式っていうのを書くことができて、で、ソーテッドリスト、キーとして、ラムダ X として、まあ、さっき書いたやつですけど、X のスプリットで、下線で、まあ、マイナス1。まあ、閉じて。こうですかね。あ、そうすると、もう同じことができましたと。これをやると、まあ、いちいちその、デフで関数を定義せずに、関数をその、相当とかなんか適当なものの中で使うということが、書けるというので、まあ、一応覚えておいてください。次に、タプルですね。このいっちゃいますかね。なんかもうこの辺皆さんご存知の方は今更、本当今更感があって申し訳ないんですけど、ジン1があって、チャー8があって、1、2、1、3に、まあ適当ですけど。で、まあ、これ、タプルっていうのは要素 A のできます。要素 A のアクセスもできます。タプル1の、そう、出ますね。出ますね。で、ただ、でも当然、スライスもできるので、0から2とか、まあ適当ですけど、そうすると切り出せますし、0から3、切り出せますね。ただし、タプルっていうのはその不変なものですので、例えば、もう適当ですけど、タプルの0イコール、まあ、G2 とかやったりすると、まあ弾かれると。でアペンドもできませんので、これ1アペンド4とかやると、うん、弾かれますね。で、まあタプルとリストって相互変換ができるということですので、まあさっき今作ったのタプル1ですけど、このちょっと省略しちゃいますけど、リストのタプル1とやると、まあ今、その、ま、過去で、くくられてたタプルがリストになって吐き出されました。で、当然、これはもう一回、その、タプルに変換することもできて、タプルってやって、まあ、まあ、挟んでしまいますかね。こうすると、まあ、元のタプルに戻りますね。まあ、こんな風に相互変換もできますということになってます。で、まあ、タプル作ると、まあ、使うと、まあ、一応、データアクセスが早いということで、まあ、スピードが速くなったりするともあるとは言っています。ここまで、ちょっと、これでなんで、だいたい20分ですかね。大丈夫でしょうか。
どんどん行きますけど、よろしいですか。じゃあ行きますね。次に事象型のキー、事象型の話に入っていきます。人員セット1として、まあ、イコールで、まあ、辞書はこれでつなぐんですけど、チャー1の1。で、こういうことは実際にもうデータ処理するとか書いたりもしてます、実は。要するにあるセットを作ってた、あの事象型を作ったときに、その遺伝子の場所とか、染色体番号とか呼び出したりするので、レフとして C、バーとして T と。セット1。まあ、そうすると、まあ、この事象型事象、キーと値のが出てくるわけですね。で、まあ、ページめくりまして、まあ、これで人員セット1で、まあ、人員セット1の、染色体番号、すいません、なんか上間違ってましたけど、まあ、もうこれチャーですね、本来。で、まあ、というか本来、まあ、チャーってやると1が出てくると、まあ、こんな感じで、で、まあ、レフトやると、まあ、C が出てきて、まあ、バリアントは何かってやると、まあ、当たり前なんだけど、こういうふうに出てきて、まあ、こうやってデータを扱うことができると。で、次はセット行きます。どんどん行きますね、もう。セット1で、人1、人の3、人の8、はい。セット1。出てきますね。で、まあ、このセットっていうのは集合なので、まあ、セット2作りますか。1、2、1、2、3。まあ、値の集合ができます。で、セットっていうのは要素の追加削除ができますということで、まあ、例えばセット1に加える、値を加える、12を加えるってやると、まあ、集合の中に12が入っています。これ順序は関係なくて、あくまで集合ですので、実は環境によってこの並び順が違ったりするかもしれないです。で、セット1、リムーブして、何いけ、人の、まあ、1とかやりますと、まあ、値がまた削る。人1だけがまあ集合から取り除かれる。では、和集合、積集合、差集合というのができます。セット3ってこれ書いてないな。なんか、ちょっと抜けてますけど、書きますか。セット3イコール、例えば、1、2、3、4、5かな。すいません、なんか抜けてますね。3。1、2、3、4、5と書いて、次にまあセット4として、どうしようかな。3、4、5、6、7、こんな感じでいいですかね。で、こう書きますと、例えば、セット3の、縦棒のセット4とやると、これが和集合なので、1、2、3、4、5、6、7って全部出てきます。で、共通部分を知りたいので、こうしますと、共通部分が3、4、5です。そこが出てきますね。で、まあ、差集合も取れるので、まあ、1、2が残るで、対称差でどちらか一方のみにある値というのも当然出せるので、こうかな。まあ、1、2、6、7と、削りは多分出てくると。こんな風にできます。で、リストやタップルもこのセットに変えることができます。リストの S イコール123と、これがリストですね。で、まあ、S イコール456とやって、出てきますけど、まあ、例
えばリストをタップルに変えると、まあ、すみません、リストを集合に変えると、セットのリスト S とやりますと、まあ、集合に変わった値が出てきました。で、まあ、タップルの S とやると、これもやっぱ集合が出てきました。で集合なので重複の値がないということで、まあ、これを見るのに、例えば、リストの S2 とやって、ここに例えば、これはリストなので、1、1、2、3、4、5とかできるわけですけど、で、これをその集合に変えますと、1と1は一緒の値なので、一つにまとめられるということに出てきます。で、ちょっとここから少しだけさっき言った、よろしいですかね。じゃあ、どんどんいきますね。で、ちょっとここから話が少しだけ戻るんですけど、先ほど変数に値代入とか言いましたけど、ちょっとだけややこしくて、場合、この辺はご存知の方もこれいると思うんですけど、バールの値の B として、まあ、ごめんなさい、値の B として、まあ、これ、バル A ごめんなさい、バル B として、バール。で、まあ、これ、バル、そうするとバル A は当然1ですし、バル B はイコールバル A ってやったんで、当然1なんですけど、で、このバル A に、バル A の値は、バルの A プラス1と変換しますと、バルの A は当然2になります。ただし、この時、バルの B は1のままなんですね。まあ、ここは当たり前なんですけど、で、これページめくっていただきまして、と。これ参照やってるんですね。で、一応まあ、これはそのバル A とバル B 違うものを見てるということで、これ ID って関数があって、ID で挟むとそのバル A がある、まあ、数字の羅列が出てくるんですけど、実際はここの値を見てるっていうのを出てきます。で、まあ、こんな風にちょっと微妙に数字が違うんだ、見てるとか違うんだなっていうのは分かります。で、ところが、例えばそのリストの A として適当なんですけど、1、2、3ってまあ作りますよね。で、リストの B イコールリストの A とします。そうすると、リストの A は1、2、3だし、リストの B も1、2、3なんですけど、ここで、リストの A にアペンド、値をアペンドしています。アペンド4とやってみますと、そうすると、リストの A は当然まあ4が書き加えられてるんですけど、この時にそのリストの B も同じように値が書き加えられてるんですね。で、これリストの A の ID を、ID の、まあこんな風にアドレス出てくるんですけど、ID のリスト B ってやると、まあ同じとこ見てるんだなと。だからその、さっきはの場合だとまあ A だけ変わって B はそのままだったんですけど、例えばこのリストの A イコールリスト B とかやっちゃうと、そこでアペンドすると、まあ、元の値が変わってしまったりもすると。で、まあこうならないとコピーとかまあそういうのもあったりするんですけど、まあとにかくこういうことも起こり得るってことだけは一応覚えておいた方がいいかなと思います。まあその程度です。で、ここからまあやっとプログラミングっぽくなって、エディターなんか立ち上げていただけますかね。ここから先はそのエディターを使って、まあ、gedit とか入ってると思いますし、他のももしも皆さんがお使いになるのはそれでもいいんですけど、私はこれで、ちょっとすいません。端末の文字を大きくした。よいしょ。まあ、はい。ちょっとまあフォルダ作りますかね。とりあえず makdir で python test1 で、まあ、フォルダを作りました。cd python test1 で、まあ、cd python test ここに行きました。で、まあ、ここでエディターを作りましょう。gedit とかでもいいんですけど、まあ、何かしらエディターを起動していただいて、max で 1byte で、まあ、嫌いなんですね、すみません、今度ここは人によって好きなエディターでやっていただきたいんですけど、
プリント、プリントでテスト1でプリントテスト2とかやってファイルを作ります。一応言っとくと gedit とかだったらこれですね。これが gedit ってやつなんで、これでも同じようにエディターで中身を書いて保存とか、まあメモ帳みたいに使えるんで、まあ好きなのを使ってください。で、まあとにかく今テスト1ファイというファイルができました。で、一応中身見ますと、まあこうただこう書いてあるだけなんですけど、これで py、 さっきの Python 3のテスト1ファイとやると、まあそれが実行できる。で、この出力は直接のファイルに書き出すことができるので、ページめくりますが、Python 3テスト1ファイとやって、まあこれをその出力してテスト1のテキストとかやると、キャットか、ステート、今やった中身がファイルに書き出されるんですね。まあこんな感じに、その出力結果保存とかよくやったりするので、まあ一応覚えておいてください。で、次にもこの制御構文に行きます。エディターで、ごめんなさい、まあ皆さんのエディターでやっていただきたいんですけど、 if テスト py とやって、で、これで gen セット1イコール、先ほど似たような書きましたけど、チャの1ってやって、ポズとやって、ポズの324、それからレファレンスの C として、で、バリアントは、ごめんなさい、リファレンスの T、これ文字列ですね、リファレンスは T で、バリアントは、リファレンスが C でバリアントが T か、T として、で、さらに if gen1 のポジションが300以下だったら、ごめんなさい、300以下だったらプリント、300と、ちょっと一応これここまで書いてファイルを保存します。で、これで Python3 ってやると、まあ出てきましたけど、これは結局今何やったかというと、ジンセット1というその辞書型のポジションを呼んで、ポジションがその300以上だったら、まあその通りに書いてくださいということを言っているだけですね。で、例えば今書いてある先生、これがポジションが200に書き換えて保存しますと、まあ何も出てこないと、まあ300割ってたので何も出てこないと、こういうふうなことができるかと思います。すいません、なんかちょっと表示と違っちゃってますけど、まあ書いてることは一緒なので、で、まあすいません、で、まあ次書いていきますかね。このまあ if テスト py、 ごめんなさい、 max new if テスト py で、これソースか、ソース書いてないですね。あ、そっか、すいません、微妙に表記が違ったんで混乱しましたけど、 if gen、 まあちょっと書き、ここ消しちゃってしまって x イコール、まあ300、単に x イコール300とかして、で if
すいません、なんか書き直しちゃってますけど、いいのかな。300として、まあプリント3で、次に elif x が、うん、リントオーブ200ですね。で次にエルスさもなけば、プリントアンダー200とかやって、まあ、ちょっとファイル名変えますかね。これテスト if テスト2パイトでもやりまして、これでいいのかな。 Python if test 2 パイってやると、まあ300以上出てきて、今 x イコール300でやりましたけど、例えばこれ x が150に変えて、まあ保存して、同じように実行すると、まあ300割ってるので、まあちゃんとその通り出てくると。今やったのが、まあif で最初やって、さもなくばもう一個の if でやって、まあさらにそれ以外だったらというふうに書いてると、まあそれだけの話ですね。まあこんな感じで条件も書けます。で、次に、これの論理演算をやってるのか。で、mmax で次に、で、まあ例えば、x で350ってやって、次に y イコール250という2つの、まあ x と y と2つの要素を作ります。で、if、x が300以上で、かつ and で、y が、まあ、y が200以上だとすると、サクセスで、サクセスで、さもなくば x が、elif if x は300のままで、300で、お、あ、y は200、プリント、あ、はい、ごめんなさい。ああ、なるほど、わかりました。じゃあちょっと、そうですね、じゃあわかりました。そうかそうかそうか、そうですね、わかりました。じゃあどうしよう、ちょっと待ってくださいね。いや、私は実は端末じゃないやつ慣れてないのであれなんですけど、これ、Gedit でやりますかね。ごめんなさい。あ、別のプログラムでやります。Gedit で、今どこだ。Gedit でやりますかね。これで Gedit で今書いてたのこれか。これで、なおかつ画面を大きくしないと。表示で。ん？すいません。どれだ？おっと、ごめんなさい。画面を大きくするツールかな？フォントサイズの変更がちょっと、フォント、これいけないかな？ダメか。いや、すいません。なんか文字を大きくするのがどれかな。言語の設定。いやー、ちょっと、ごめんなさい。混乱してますね。こっちどうやるか。
いや、画面を大きくするのどれかって、それだけなんですけど。ちょっとすいません。いや、本当すいません。フォントサイズが。お、大きくなった。やっと大きくなりました。すいません。どこまで行きましたっけ？あ、これですね。サクセスでハーフセールスとして、まあこんなもんでいいか。で、こうすると、で、まあこれ x と y の値を変えると、それに合わせていくわけですね。ただ例えば x が300を割っていて、で y が y が150、あ、 x が3、あ、ごめんなさい、 x が300を割っていて、 y がこれだと、これでいいのかな。まあ、そうすると半分成功と、まあ x と y の値で、ここの条件部 f と lf で、まあどんどん論理演算がなされていくという感じですね。ですいません、ちょっと混乱しましたけど、戻ってまいります。でページめくりまして、あ、もう書き換えはいいですね。あ、やりますか。あ、そうですね、 fx と y があって、なんだ、 x が150度、あ、ちょっと、あ、フォントサイズがまた小さくなってますね。デフォルトフォントってやんってもんな。これでいいかな。うん、あ、やった。これでいいか。それで、なんだっけ、 if、 なんて書いてあるんだ。if not、 not を使って x が300で、and not、 あ、 not でくくってるんですね。で、こうすると x が not 300 over で、 x が300以上だ、 y が200以上ないときに true という判断がなされることになるので、まあ例えば両方小さくして、まあそうするとサクセスすると、まあ、こんな感じで、まあ条件文が書けるという話です。今何分ですかね。あ、大丈夫ですね。で、次に、4でデータの並び、4文をちょっとやってきます。まあ、ちょっとファイル名を変えますかね。if twice、ごめんなさい。max。はあ。max if test py として、リスト1、なんかフォントサイズが元に戻っちゃって、本当申し訳ないんですが、閉じない方がいいですね。リスト1イコールで、ジーンの1番で、何々、ジーンの2番、02番で、ジーンの03番と。
Jenkins list1 とやって、入れて、プリントで、はい、チームの is まあこう書いて保存します。これまあプリントに書いてある通りですけど、あ、閉じない方がいいですね。でこう書いて保存して、あ、別のウィンドウで Python テストで、これで何でしたっけ、 Python3 の if のテストでやると、まあ G1 テスト、 G2 テスト、 G3 テストってまあ出てくるわけですけど、これはそのか、まあ、最初まあリストを作りまして、次にまあそのこのリスト1から値を1個ずつ出すというまあ仕組み、イテレーターとかですけど、まあ、そういったデータの並びを生成する仕組みをここに書いて、それでまあプリントってやると、まあ1個ずつ回して4分で回していくと、まあ、それをやってるということですね。で次にそのリスト内包表記、ちょっと高度なリストをやります。でちょっとアイドルに戻りまして、で Python3、 まあアイドルをもう一回立ち上げまして、でリストのテストをなんか名前が適当ですけど、1984、あ、ひどいですね、ごめんなさい。あ、しかも下が切れて全然見えないという、ね、ちょっとこれくらいでいいかな。でまあリストテスト1984とか書きまして、でまあいいまあ、値は入ってるなので、リストコンプレックスとしてイコール、まあ、x×2 で、4x in list テストと書きますと、値が2倍になって出てきます。で、これ何やってるかってことなんですけど、今のこれなんですけど、左から見てて、まずリストテストという元のリストを使って、そのあたりの、まあ、それぞれ x があるんですけど、まあ、そのあたりにそれぞれ x をかける2にしたものを、まあ、リストコンプというリストにしてくださいということをやってます。で、さらにこれに条件を付け加えることができて、if、こうすると何にどうなるかというと、リストコンプが2818。これ何かっていうと、そもそものリストが1984だったと思うんですけど、この1984のうち if x が8でないものはと書いてるんで、この時の8がもうここでフィルターされるんですね。で、1と9と4になります。で、1と9と4について x をそのそれぞれ2倍したものというふうにやってるんで、まあ、1と9と4の2倍の2と18と8が出てくるという形になります。で、まあ、この辺のその、全部の値にかけるのはそのマップというのであったり、あとその、ある値を削るのはフィルターであったりとかあるんですけど、そういったことをリスト内包表記という、これで書くことで、いっぺんにサクッと書けるというふうになりますね。で、いきます。で、ページをめくりまして、あ、コマンドライン因数。やっとなんか本物っぽくなりました。コマンドライン因数ってまあ自分でそう、プログラムとか書いてても多分 Python 使うとよく使うようになると思うんですが、ごめんなさい。ひどいひどい。うん、で、エディターいきますか。エディターで、まあそこのプリントに書いてある通りに、打ち込んでみてください。インポートシスとして x イコールイントのシスアグイの1として y イコールイントのシスアグイ2として
if x、 いやひたすら打ってると疲れますね。 y がまあ200として、うんと、サクセスとして、で fx は300で、あ、これは、ん？なんか間違ってましたね、まあ。はい、ちょっと。ちょっと、すいません、なんか表記が間違ってますけど。うん、まあこれセーブします。で実行してみるといいのかな、これで。Python3 として今作った、ちょっと名前変えた方がいいですね。なんて名前で保存してるのかな。argtestpy って名前にしてますね。で、まあ、じゃあ argtestpy って名前で保存しまして、Python3 argtestpy とやって、で350の250ってやるとサクセスと出て、350の150ってやるとハーフサクセス。これ何やってるかっていうと、あのここでまあインポートシスって、まあインポートって後でまあちょっと触りますけど、このインポートシスでまあシス、あのインポートシスとかやることで、今引数に2つの値を直接与えることで、このX という部分に最初入力された、まあ今350とか入れますけど、その値がまずここに入って、で次に Y のところに2つ目に入力した値が入って、それに基づいてプログラムを実行するということをやってます。これでコマンドを引数、コマンドラインでなんか打ち込むとき、こうやって引数を直接与えるということはよくやるので、まあ一応こういった書き方があるということだけは押さえておいてください。まあもっとその複雑な書き方として arg プラス、arg パースっていうのもあるんですけど、まあそんな感じで書いていくということですね。次に関数。今何分か。いけますね。はい、あと30分です。次に関数をやりましょうと。まあ関数って今更関数って感じもするんですけど、ちょっとまあ、新しく書きます。def の hello。 ちょっと色がひどいですけど、ちょっと色ひどいですね。本当申し訳ないですな。ちょっともう、ちょっと見えないです。ちょっと、すいません。プリントのある通り打ってるんで、プリントの方ちょっとこう見てください。プリントの、まあ、あ、本当。ハローの X と、まあやってね。いやー、色ひどいっすね。ハローじゃねって、まあ。あ、いかん、Emax を切ってしまいました。文字がまた小さくなったか。まあいいや。で、今のを実行すると、まず、私はなんて、Python3 で、ちょっと皆さんはファイル名が違うかもしれないんですけど、そうすると、まあ、Hello Janet と出てきましたと。で、これをそのキーワードで指定するやり方があるということで、
ああ、また文字が小さくなって、しかもひどくなりましたけど。文字ちょっと小さくても見えやすい方がいいですよね。変えます。G エディットでいきましょう。G エディットで。いや、いろいろと不備ばかりで申し訳ないんですが。よいしょ。まあ、これ、あ、見やすいですね。ちょっと文字小さいですけど、まあ、まだ見やすいということで。で、なんだっけ？デフハローの、ネームのタイム、プリントハロー、プリントのスクロックの、で、ハロー。イコール、じゃあ、ネットで、タイムイコール3とやると。これで、ファイル、コントロール S、これはコントロール。ちょっと閉じてしまいましたけど、なんだっけな。あ、ファイル名また買い忘れたか。おっと、なんかミスりましたね。いや、まさかこの場でエディターで蹴られると本当思いませんでした。ネームは、ネームイコールジャネットタイムデフのハローネームでタイプでプリント。おっと、これですね。ちょっと保存やると、いや、すいません、ファイル名がガバガバになってますけど。そうすると一応、まあ、そこに書いてある通り、何やってるかというと、ちょっと文字小さくて本当申し訳ないんですけど、まあ、このデフとハローという関数、ネームとそのタイムという2つの因数を指定しまして、で、その2つの因数を、その、ここですね、ネームはジャネットでタイムはさんという、まあ、それイコールでそれぞれ指定しているので、それを実行した結果が、ハロージャネットで、まあ、で、クロックは3という出てくるふうになります。で、これをちょっと書き換えまして、なんかあるんで、ちょっとその通り打ってみますけど、デフでチェックネームで、デフチェックネームで、操作感が違うと混乱してますけど、デフチェックネームで、リターンで、プリント、ちょっとページが挟まってるんで見にくくなってますけど、ハローのチェックネーム。まあ、こうやって、名前を書いて保存とか。いや、すいません、名前はそのままになってしまいますけど。まあ、これ何やってるか、デフのチェックネームってところで、まあ、これはジャネットって名前返すというふうな関数を作りまして、プリントの中でハローで、その、
チェックネームというこの関数が呼び出されまして、それでまあジャネットが返されているので、こう実行するとハロージャネットというふうに返ってくると、まあ、こういうふうな使い方ができるってことですね。でリターンというのはこの複数の値を戻すこともできるので、でデフチェックネームを変えまして、リターンのところでこれジャネットと書いて、さらにはアンディとか書きまして、 x の y イコールチェスネームでプリントハロー、X で、and で、Y とやって、保存とやって、まあ、それを実行しますと、Hello, Janet and Andy と、まあ、まあ、リターンで Janet と Andy って2つの値を変えさせて、まあ、それをちゃんとプリントで実行させることができる。で、可変調因数というものもありまして、これも、ちょっと打ち込んでみたいと思います。もうどんどんエディターに書いていってしまいますが、def で、ファンクションのファーグスで、で、ここでアスタリスクをつけて、ファーグスと書きます。で、プリント、あと25分、ファーグスで、ファーグスと言われて、次にデフのファンク、KW捨てて、でアスタリスクを2つ打って KWArgs でやりまして、ファンク 1,2,3 まあ今値をいくつか与えるわけですね。ファンクキガークスと A イコール1、 B イコール2、 C イコール3、 D イコール4、 E イコール、まあちょっと長いですけど、とにかくちょっと書きました。でこれで Python 推移 Argo テスト動くかな、あ動きましたね。でまあこれなんですけど、まず上の方ですね、この Argus ですね、これがそのまあ、 あの数を定めずに因数をいくつも渡すってことができまして、ですんでもこの FunkArgus のところ12345って、まあここ5個与えてますけど、5個の値が与えられます。でまあそれのプリントアーグス1、ここですね、それの1番目の値何かなって言ったら、アーグス1番目の値はまあ0、1なので2が出てくる。で一方でファンク KWArgus こちらなんですけど、こちらはキーワードですね、キーワードがまあ5個あるんですけど、5個のキーワードもそれぞれまあ個数定めずにキーワードを渡してまして、で個数定めで A イコール1って、そもそも A って値は書いてなかったんですけど、まあ、A イコール1と A の値は何かって、まあ、ちゃんと出てくると。こういうふうな使い方ができます。で、最後にクラスに行くんですが、あと何分だ？あと20分くらいですね。しかもなんか、ここって電源来てなかったりします、実は。なんか、
ないのかな。あ、ありがとうございます。これですね、すいません。よいしょ。いや、電池が切りかかってました、すいません。で、あと最後にちょっとだけクラスですね。クラスってまあめんどくさい感じもするんですけど、そこもちょっと触れていきたいと思います。で、書きましょう。で、クラスってまあ、まあ、データとクラスって何かって、まあデータと機能を組み合わせる方法というやつで、まあ、まあ、くる、まあ、ここに説明文書いてありますけど、要は、本当データと機能を組み合わせてそれだけの意味なんですね。で、まあ、ある車とデータがあって、これは、ね、所有者があって、購入何年目というまあデータがあると。で、まあ、その車くんガソリンを入れると、まあ、それかける、まあ、15キロの走行距離を出力すると機能がある。で、まあ、これを書きましょうということになってます。で、書いてきますね。ちょっと。クラスの、名前つけておこうか。クラスのカーで、いや本当見づらくて申し訳ないんですけど、ニットのセルフ、まあそこに書いてある通りなんですけど、オーナーイヤーと書いて、今これメソッドというまあパート1個ずつ書いてってます。セルフ1234567878で、おっとちょっと勝手が違うので、セルフコーナー、セルフイヤーイコールイヤーf get year self 1567878で return 2018 minus self year として f my nameセルフガス、そしてすいません次のページにまたがっちゃってますけど、ちょっとまたがっちゃって地図に読みづらくなってと本当申し訳ないんですが、リターンのガスかける15と、これでまあ3つの機能を作りました。でまあ車の1番目として、そのカーのクラスのアンディで、アンディで3で、カーのクラスに、カーの2番目として、カーというクラスのキャシーとして5と、あと15分プリンで、これプリントでカー1のオーナーは誰ですかということを書きまして、それで実際にカー1のオーナーを呼び出してます。でコピーしてしまいますけど、プリントカー2のカー2のゲットイヤーですので、プリントカー1のマイレージでカー1、とここまで書きました。で名前をつけて保存しますかね。なんて名前にしてんのかな。クラスのテスト1のパイ名前で保存してますけど、これを実行するとタイプミスがなければ動くはずなんですが、あ、動きましたね。で、これのスクリプトなんですけど、ちょっとこれでレスピ表示した方が早いかな。
あ、見えやすいですね。で、これ、まあ、クラスでカーってやって、まあ、最初、デフってところがあるんです。あ、まあ、すいません。まず、ちょっと読み飛ばします。読み飛ばして、まあ、ちょっと実際の命令の部分なんですけど、まあ、カー1として、まあ、そのカークラスのアンディというカーを作って、まあ、それに3を加えて、まあ、キャッシーというか、です。そうですね。何をこれ値入れてんだっけな。あ、いやか。だから3年目の、アンディの3年目の車とキャッシーの5年目の車って2つ入れて、ですんで、まあ、表示しろと、カー1のオーナーはって言ったら、カー1のオーナーはアンディなので、アンディが出てきて、カー2のその年数はって言ったら、キャッシーの車のまあ5年目。で、それでカー1マイレージ、まあ、カー1、車の1台目のその、まあ、ガソリン10キロ入れたら何キロ走りましたかといって、まあ、の 10×15、150が出てくるということが、出てきています。ちょっと本当分かりづらくなって申し訳ないんですが。ごめんなさい。ですので、まあ、会長のアンディで、カーニーがイヤーが、まあ、そうか、2013年、まあ、5年目の車だから2013年の車で、まあ、会長のマイレージ150って、まあ、計算した値が出てくるという演算をしているわけですね。で、この中身が何かというのを見ていくんですけど、まあ、本当、このクラスとか分かってる人にあれなんですけど、最初にイニットというところ、イニットというメソッドが、これ必ずその、まあ、今、カー1イコールカーってやったときに、このときにまあ最初にこのイニットというメソッドが呼び出されまして、そのときにその、このカー1でその、アンディというのが入力されているので、アンディがそのオーナーに入りまして、それでまあ、3という数字が入りましたので、これが3という数字がセルフでイヤーで入っていると。で、まあ、これで、まあ、最初にクラスから作られたインスタンスって言うんですけど、まあ、そのカーのクラスのカー1というインスタンスができましたと。で、次にその、カー、例えばそのカー1のオーナーというのを呼び出されたときには、もう単にこれ、カー1の中の変数が呼び出されているだけですね。オーナーは名前がそのまま入力されると。で、カー2のその、このゲットイヤーというのを叩かれたときには、このゲットイヤーが実行されまして、ゲットイヤーって何かっていうと、その、2018年、今からまあ、ごめんなさい、これ去年作ったので2018年になってるんですけど、2018年からそのまあ、何年目の車っていうのを年数をマイナスすると、当然その、何年生の車って出てくると。で、同じようにその、このマイレージっていうのも、まあ、ガソリン、この走行は15って決まってるので、まあ10を入力されたら、まあ150キロというキロが出てくるという、そういった機能が出てくるわけですね。ですんで、まあ、ちょっとここに長々と書いてあるんですけど、結局その、このイニットって、ここの部分は、そのまあ、最初にそのカー1とかカー2イコールってやった時にも、その時点で実行されて、中身が作られるんですけど、その、一方でこのゲットイヤーとかマイレージっていうところはその実際に実行された時に出てくるっていうものなんですね。でちょっとだけここでちょっとプリントには書いてないんですけど、ちょっとだけ書き加えてみたいことがあって、でまあこんな風にごちゃごちゃ書いてあるんです。ここでちょっとこんな風に書いています。ちょっと本当文字小さくて、今レスで出しますんでいいんですけど、レフの下線2つ書いてレンって書くんですね。ちょっと本当これプリント書いてないであれなんですけど、レフレンってやってセルフとだけこう、これでいいのかな ?15678、これ。リターンで。リターンの、セルフ。これでよかったかな、これでいいのかな、プリントで。もう面倒なんで削っちゃいますけど、これでちょっと走るかな、ちょっと止めさせてくださいね。いいぞ、あ、走った。ですね、ちょっと今、ここですね。レスでちょっと見ないと分かんないですね。今、この行を書き加えました。def、下線2つ書いて、len って書いて、self って書いて、return でその len で self owner って書いてあると思うんですけど、仮にここの部分を書かずに、これやらなくていいんですけど、仮にここの部分を書かずに、
でプリントで len の解値って書いたとします。そうするとどうなるかっていうと、あの弾かれるんですね。len っていうのはその例えば文字列で len 挟めば当然文字列の中出てくるし、リストで len 挟めば中身出てくるんですけど、このカーっていうのは今作ったクラスなんで、これには当然その len というものは、あの長さっていうのは分からないんですね。だから当然何も返ってこないです。ただそこで、まあ、意図的にじゃあその len というものは何かというふうに書き加えて、でここで len は何を書き加えてるかっていうと、実はその単純にそのオーナーの名前の長さを返せという、まあ、ちょっと変な関数なんですけど、そういうふうに返すというふうに定義、一回定義しておけば、ちゃんとそのオーナーの名前が返ってくるんですね。これなんで、あの、これその実際に例えばプログラム書いてて、その、あれですね、その構造体、ゲノムの長さの入った構造体なんか、ATGC がたくさんに書かれた構造体を、のインスタンスを書いたときに、まあ、例えばその len を打った時に染色体の番号じゃなくて、その遺伝子、ごめんなさい、シーケンスの長さを返せって言った時に、まあシーケンスの長さを返せみたいなこともできますし、例えばそのあるそのシーケンスのうち そのソフトクリップ、まあソフトクリップって分かんない方もいると思うんですけど、ちゃんと貼り付いてない部分は除いた部分の長さを返せというような書き方をすれば、当然その値が返ってくることができまして、これを使ってまあそのこの値を使って相当するというようなこともできるので、まあ、実際に書いていくときにはこういった利用法もしていきます。で、やっとモジュールのインポートに行きました。なんとか終わりそうですね。で、まあ、今書いたやつあると思うんですけど、今書いたやつの部分から、その、def の部分以外を全部その削ってしまってください。単純に def の部分削って、まあ名前を変えて保存してもいいし、名前変えて保存しますかね。名前を付けて、クラスの、なんて名前にしてましたっけ。クラステスト1モードってなってますね。まあこういう名前で保存します。で、次にも、ここで Python3 というアイドルを立ち上げます。で、ここで今作ったものをその取り組むということができまして、インポートとやって、クラステストモードでしたっけ？取り込めましたね。そうすると、例えば、もう今、クラスのカーという中身はインポートできましたので、例えばカーのニューとやって、カーのニュー。カーのニューは何かって言ったら、その今インポートしたのはクラステスト テスト1モードなんで、クラス1テスト1モードのそのカーと書いて、それでまあ例えば J の1とか、こうするとそのクラステスト1モードモジュール内に記載されていたそのカークラスを呼び出してそれを定義することができるんですね。ですんで、こうするとカーニューのオーナーとやれば当然オーナーもできますし、だからカーニューでゲットイヤーってやると、まあ2017に出てきますし、まあマイレージ、まあ、何やっても一緒なんですけど、マイレージ15とやれば当然出てきますし、でこのカーニューをその今作ったのでレンでくくってしまえばちゃんと4が出てくるというようなことができることになります。でこれはそのまあ自作のモジュール、まあ自作のモジュールを書き溜めていくと、こうやってそのインポートしてってことをどんどんやっていくんですけど、お式性のものも当然使うことができて、例えば、インポートってやってます、これ。デッドタイムってやると、まあ、このデッドタイムがインポートできるんですけど、デートタイム、タイム、ナウってやると、現在時刻が取得できる。まあ、こんな感じで、まあ、たくさんその、作られているものがありますので、それをどんどんインポートして使うということをやっていくということをしております。最後まで行きましたね。ちょっとだけ時間余りましたかね。これ、35分まででしたっけ？まあ、一応最後まで走り終えてしまったということで、ひとまずここまでにしたいのですが、いかがでしょうか？まあ、ひたすら打ち込んでただけだったんで、まあちょっとあれなんですけど。
よろしいでしょうかね。これ時間あと10分でしたっけ置いちゃっても大丈夫ですかね。じゃあ何もなければこれでひとまずこの章を終えたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、というわけで、じゃあお疲れ様でした。なんかひたすら打ち込みにお付き合いいただきありがとうございました。